それ,ははい、それでは福島さんの発表をどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いいたします他者と共に行う新しい創作形態の試み、変容の対象からの展開としまして発表をさせていただきます。えー、とイヤマス非常報科学芸術大学院大学博士後期課程、えー、と1年の福島でございます。よろしくお願いいたします。 えと本日の発表は、えー、と予行の、えー、とまあ目次に、えー、と従いまして一つ一つ,えっと見つ紹介させていただきますまず研究背景についてなんですけども 2020,、えー、と2020年、えー、と初頭から、えー、と日本の、えー、とまあ状況としましても COVID-19 の感染拡大の上下下におきまして、えー、と音楽の発表の場 を含め同じ時間と空間の共有を前提とする芸術のあり方が問われたと考えております。このえ、えっと、まあ状況の中で私、えっと、まあ自身も音楽の発表をそれまで行ってきたということもあるんですけどもそれが行われなくなったその閉塞感の、えっと、まあ中で、えっと、何か、えっと、まあできないか。 とかですで、ねえーまあ、にやっていたことの中から価値を高めたものをというものはないかというふうに、えー、と見つめ直した結果、えー、と2009年から、えー、ともう一人の作曲家と,共同,、えーえーとまあ、共同で作曲を行っております「えー、と変容の対象」という、えーまあ、作品の活動がクローズアップされてきました。でそれを えと共同創作の在り方を根拠として、他のえと領域、表現にあの拡大していくことができないかというのが本研究の背景でございます。えー、とまずは、その変容の対象というえと作品の創作上の特徴というものをまとめさせていただきます。変容の対象は えと私以外にもう一人の2名の作曲家によって5000を使用しながら規則に基づいて交換形式、えー、交換、えー、作曲を行うというふうなものでございましてひ、えー、と1月に、えー、と1曲を仕上げようというふうなベース配分で、えー、とやっておりまして1年で、えーまあ、12曲揃ったものを1つの 組曲としてえっと毎年えまあ作っていこうというふうなものでございます。そこでえっと交換え作曲というものがどういうものかというのを簡単に説明しますと、例えばえっと二千二十年にえっと行われたものですけれども、もう一人のえっと作曲者で浜地えっと純一さんという方がいるんですけれども、この方がえっとまずアルトサックスの指定で一小節目を 送ってきたとしますでこれに対して私の方が、えー、とピアノのええパートを返答しましてその後新しい小説を加えるとでこの新しい小説増えたピアノのパートに対してまた浜地さんがアルトサックスのパートを答えそしてまた一小説を増やしていくというふうな形で、えーとまあ、呪術つなぎにこう曲を 作曲していいいここうというととでございます変容の対象のえ、えっと、規則はいくつかあるんですけどもその中の、えっと、一つとしまして5000歩に記されたことはですね相手に渡した時点で確定というふうにしましてその後の、えっと、以前あの書かれた5000、えっと、の変更は行わないということにしようということにしました。 でまあ、作曲でありながら、あの後からの修正は行わないということで、えー、と一応、1回制の、えー、と作曲というふうなことを目指しております。これはなぜかというとです、ね、でもともとこの変容の対象の発想の原点が、まあ、自由即興の空間、えーえーと、場にあったということでございます。 まあそういうことを踏まえましてまとめますと変容の最初の特徴としては自由即興を異なる時間と空間で行うものに変えてみたとその変えたことによってやり取りを続けるためにはそれを続けるだけの規則というものを ま、整える、えっと、必要もありまして、これによって演奏行為から、えーとまあ、作曲行為に少し、まあ、近づいた、えっと、日常の、まあ、時間の中で行えるものに、まあ、変わったということですね。それで、えーとまあ、あともう一つの特徴としては、演用の対象で2人でやり取りしているものは、音楽そのものというよりも、ご先譜 を、えー、とやり取りしてるものなのなで完成したものは音楽そのものというよりも五線譜であるということなのでこれによってその二人のやり取りが記録されそれはまた、えー、と別の、えー、と場所で、えー、と奏者の方々によって演奏されることによって音楽が、えー、立ち現れるというふうな、まあ、西洋音楽の関係とも結びつくことが 早かったということで、音楽のま再現性もえっとここにはあるというふうなま特徴が見られます。それをえっと踏まえまして、本研究のま対象とする範囲をまどのように定めようかということなんですが、えっとま創作上の特徴として。えっと1人で。 えとまあ作品を完結するのではなく複数の作者が一つの著形術作品をまあ同時的に創作できる関係にあるということが一つあります。もう一つはそれがいつ,作、えー、といつ創作されるものなのかということにつきましては同じ時間と空間のまあ共有を前提とはしない、まあ、日常の中で行われるものにえとまあ注目してみたいということです。 であともう一つが、それがどのように創作されるものなのかにつきましては、すべて自由というわけにもなかなか、えっと、いかなくてですね、その、えっと、やり取りを規定する規則を、まあ、考えることも本研究に含まれるということでございます。そこでその本研究のえ、えっと、まあ、えっと 対象としてますその創作上のまあ特徴について一つの作品に複数の作者が関わるということがまあどういうことなのかということでですねえっとなかなかこう個人でえまあ作品を作って作品を発表するということが今普通でございますし私もそういうスタイルの作品はえとメインとして本来やっておったわけですけどもえ 例えば、えっと、先ほども、えー、話題にし,しました自由即興の場、お互いがお互いの楽器を持っていて、お互いに音を出し合いながら、えー、と一つの音楽を、まあ、作り出していくような、えーとえー、場というのは、割と相当しやすいんですけれども、他にも何かある,あるのではないかということで、ここでは、 えとそれの、まあ、ヒントとなるようなものを2つほど紹介いたします。一、えー、つは、えー、とやはり私が以前から、まあ、気になってました和歌の世界の一、まあ、つの文芸の在り方として、まあ、レンガというものがあります。平安朝末期から室町中期に至る、えー、と約350年にわたって少しずつ、まあ、形成され、えー、と完成していった文芸ということなんですけども。 その中でもいろいろな形、まあ、形式がありましてえー、まあ、0イというのは鎌倉時代の飛行機に、まあ、完成した一つの、まあ、形式なんですけども5、7、5と7、7の区を、えーまあ、100区つなれることによって生まれるというものです。でそこではです、ね、同じ、まあ、空間に、えーえー、と区を えとまあ、読み合う、レンジュという、えー、と呼ばれる人たちが集まってですね、句を、まあ、つけていくわけですけども、その、えー、と一つの、えー、と句に対して、まあ、次の句を何にしようかというのがですね、その、まあ、レンガの中で、えーとまあ、厳格なルールとして存在している式目と呼ばれる、えー、とルールに、えー、と従いながら行われていす。えー えってと,、まあ、きましてと呼ばれる、えー、と役割の人がその式目に、えー、と沿ったものかどうかを判断してえっ、ーと,まあ、という人がですねあのそちらその句を、まあ、つけていこうということで決定していってそれが、まあ、積み合わせか、えー、と重なっていくというものです。そ,そこの、えーまあ、レンガの、まあ、世界の、まあ、特徴としましては調和と変化と思ってせ、まあ、生命とする。 というふううふな言葉があるように同じ、えー、と世界にはとどまらずに次々に新しい、えーとまあ、世界に到達していくというふうなことが目指されておりましてそういう一つ、えーえーまあ、自分が読んだ句に他の人の、えー、と句がついたことによって、えー、と意味の新しい展開が見えてくるということを、まあ、そこに集まった人たちが、まあ、共同で発見しながら楽しむというふうなものが。 ありましたそれでもう一つはですねあの個人的なかなりあの狭い範囲の話かもしれませんが、えっと、ミミズという、えー、と私も参加しております、えっと、即興のコンピューターをコンピューターのデジタル音響処理を用いた即興の、えー、とグループがありますがここではですねあの互いに音を 出し合って即興するというよりは、役割が2つに大きく分かれております。まあ、3名のうち、えー、とまあ2名はその発音する、まあ、楽器といえる、えー、とものも含めて音を発すると。と2人が発した音に対してパソコンはコンピューターはですね、えー、と処理の加工を行うことに決定するということで、えー、とまあ3者に よって一つの音響をその場で作っていく、対話的に作っていくという、まあ、関係性は、お互いの関係性は非対称なんですけども、その場で、えっと、リアルタイムで作っていくということになっています。ミミズの場合は、あのまあ、先ほど話したように、こちらとこちらの2名がまず OD を、えっと、インターフェースを介して PC に送り、PC の方で処理を加えたものが PA から出てきます。 でその音を聞きながら、えー、とまあ3名がそれぞれに判断をまあ下していくというふうな、えー、とまあレ,イレイヤードセッション、階層的なまあセッション形式だということでやっておりました。変容の対象における創作構造の抽出と置き換えの試みということであの変,容の変容の対象は自由即興の場を異なる 時間と空間で行うために創作に変えたものでございまして、レンガやミミズ、先ほど見ていた例のように、自らの意図とは異なるものに触れて、新たな世界が開かれていくような体験があるというふうに考えております。で、そこにはそのリアルタイムで行わないので、日常の生活の中で行っていきますので、 そのまあ、作曲のための規則とお互いの、まあ、作者の意図のようなものが響き合った時にこう推進力となるようなものが変容の対象にはありますありましたそれをですね政府のやり取りに、えーまあ、限定するものではなくてその変容の対象の創作のあり方を他の ものを介して何かお互い複数の人たちと作り上げていくものができないかということでこの後はそのえと実例を3つほど紹介させていただくんですがそのうちの1つがまあ静止画のやり取りに置き換えたものですここで紹介するのは遠藤竜さんというふだは映像と写真の 分野で活躍されている、えー、作家さんなんですけどもその方と2020年の5月から2021、えーえーまあ現在までやってるんですがまず、えー、と一期としまして、えー、と2020年の5月から、えー、と約1年間この変容の対象におけるご戦法をですねデジタルの制止、まあ、が、えー、と正方形の 静止画に置き換えてやってみようということで、1年間で12回大きく分けてやってみたというのがあります。その例を1つ紹介します。これは2020年の11月に行ったものです。遠藤さんからこのような画像が送られてきまして、私の方で受け取りました。これに私がこのような処理を加えて、遠藤さんに返します。 そうしますと遠藤さんが今度はこういう、まあ、上下に反転されたような形で返してきました。で、ここで私すごく面白いと思いまして、その隙間を縫ってこのように返してというふうなやり取りをまあ続けて,ていきまして、およそ10回のやり取り、まあつ月で10回のやり取りをしまして、結局このような。 え要素が割と飽和した状態でここで終わろうということでひ、えー、と一月でここまで進んだというのが割とあの手応えとしてはあったということですがこの、えー、と静止画のやり取りを通して、まあ、感じたこととしましてその、まあ、最終的にどんなものが、えー、と生まれるのかというか 何を目的にやってるのかということはちょっと不明瞭なまま進めてしまったんですけどもそれでもお互いのこうアプローチを面白く感じながら、まあ、やりとりそのものは続いたということがあります。で、えっと、もう一つ大きな違和感としてはこの、まあ、やりとりの積は、まは最後の1枚に全て入っているとは限らない。 静止、えっと、が一枚一枚は分断されておりまして、政府のようにですね、すべてがつながっていくというものにはならない、なりにくいというものが感じられました。そのような、えー、とこともありまして、その後し,しばらく、えっと、ルールの改変を。 まあししててみよううううとかそういうふうな形でやっておりました例えば、すべての画面が平面に配置されていくふうにですね、す、え、べ、っと、て、まあ、最終的にはその過程がすべて見れるようにした方がいいんじゃないかというふうにしたこともありましたが、まあ、これは必ずしも良い結果にはつながらなかったです。あの初めの写真の雰囲気と最後の雰囲気。 がですね、結構同じ空間に配置してもあのバランスが取りにくいということがありました。えっと、あとは、まあ、そもそもお互いに写真に、えっと、処理を加えなくてもその、まあ、写真をそのまま置いただけでもあの、えーえー、2つの写真の響き合いのようなものは、えっと、生まれるよねみたいな。 こともありました例えばその響き合いというのは、えっと、右と左、えっと、2枚に、まあ、空間があるとしまして遠藤さんが例えば左にこんな写真を配置してみたとしますでそれにまあ対して私はどういう写真で返そうかなみたいなことをしていくということなんですけどもあの、まあ、これはまあ一般的な組写真のあり方と ま似ていますあともう一つこのやり取りで面白いと思うのはこう、まあ、処理がま加わっていくと画像のま細部の方に、えー、宿っていくこういう複雑な文様のものですねこれは何かま時間をとどめたものとしてあるのじゃないかなというふうなことがありまして、まあ、この静止画の置き換えのやり取りは 遠藤さんとは、その当初のやり方を一月つに一、まあ、つということではなくて、もう無期限にもずっとやってみないかということで、去年の11月から無期限という方向に変えてやってみます、しております。もう一つ、右と左に配置するというのも、こうして、まあ、ちょっとここにもキーがある,あるかもしれないということで、続けております。もう一つの、えー、とまあ例としましては、ちょっと 時間も迫ってきておりますので、えー、あれなんですけども、原田和馬さんという方なんですが、もともと私とは面識がなかった方なんですけども、遠藤さんとの、えー、とやり取りをですね、こう、面識のない方ともやってみたということでお願いしました。快諾いただきまして、まずは実験的に10日から15日の、えーとや,えー、とやり取りに限定しながらいくつかしています。 これが一番最初に原田さんとやったものなんですけども、原田さんはもともとこういう定年作品において、えっと、レイヤーを重ねていくような手法で作品も発表してきた人なので、あのまあ、非常に抽象的な表現でありながら、構成的でもあるというふうな表現が、まあ、一番初めの2人のやり取りでも生じたのはすごく励まされました。 このやり取りをですね、アーザーさんとその中で感じたこととして、互いのやり取りで、えー、っとお互いがやっている処理があ,のあまり、えーっとまあ、多様ではなくて、限られていくというふうなこともありながら、まあ、作品そのものは多様であったということもあり、処理の方法を言葉でメモしていこうかなというようなこととか、画面があり、 ある程度飽和した段階で終わってしまうことが多いので、期間の設定をまあ調整したりして、今後それをまあどう踏み越えていくかみたいなことが課題になっています。これはあの、えー、とまあ例なんですけども、えー、とまあやりとりで生じたお互いに感じた処理を左の結果を 左に表示させながら、えっと、右の方ではお互いの、えっと、メモしたものを退治させてみるというふうにした場合に、干渉した、あの第三者が干渉した時の、えっときの見方の開示につながるのではないかというふうな気もしております。えっと、今最後にそのフィードレコーディングに展開したときに、えっと、同じようなやり方でできるのではないかというふうに、簡単に考えてやってみたんですけども、 案外、つながりが持てないということがありました。結構、有識者も含めて複数の人とやってみたんですけども、単純な、その、行って帰ってということすら難しいようなことがありまして、これは、その、ビードレコーディングの素材、音素材に対して、適度な相手に対して、新鮮な変化というのをえと生み出すことが結構、 想像していたよりも難しいのではないかというふうに今現段階では考えておりましてえとまあ要素をえと整理しながら規則を含めたあの組み立てがえともう一度必要なんではないかと考えております。最後に考察と今後の展望なんですけども、変容の対象の方法論はまあ静止画のやり取りではある程度機能したと考えておりますが、最終的な作品のあり方については、 音楽とはまた別の,その、まあ、静止画、静止画なりの新たな、えっと、視点を加えて、まあ、作品化していくことが必要なんではないかと考えています。えっと、録音物いや映像も含めてあの新しい領域にもそういったことをして拡大したいとは考えておるんですけども、えっとまあ、その中で、えっと、要素を、えっとまあ、整理する必要性と 本家というか目指す他者と他者ともに創作を行う場合の原動力、規則やあの、えー、と創作さんの意図というものが響き合うようなあり方を、えー、と今後も、えー、と考察を深めていきたいと考えております。えー、とちょっと参考文献がこちらになりますけれども、えー、とここで、えー、と本私の発表をおわりさせていただきたいと思います。 少し、えー、と貴重化してしまいまして、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。はい、福島さん、どうもありがとうございました。えっ、ー、と、ちょっと時間もあれなので、えーと、会場から1件だけ質問を受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、すいません、水野です。お願い、はい、お願い,いたします。 大変緻密に組み立てられていて目的もはっきりしたけ研究であの非常に期待できるものだと思っております。それで、えーまあ、共同創作を他の表現に、まあ、展開していくっていうことの手法的な問題も含めて考えておられるんだと思うんですけれどもあの論じ方というところでちょっと今日はご質問したいと思います。レンがえ まあ、リンクでもいいかもしれないんですけれどもでそれを取り上げられてる非常にそれもまあし もっともなことで非常にいいと思うんですけれども、それからまああの本日の,あのペーパーでは、レンガっていう話と、えー、ミミズの実践っていうのが取り上げられていますけれども、あのその福島さんがまあ研究対象としての問題点が3つあるっていうことを今日おっしゃったように思うんですけど、その複数の作者がいるっていうこと。で2番目にその 作者たそれいいから、えー、規則が重視されていてその3つまあ論じ方、まあ、単純に論じ方ということなんですけれども、はい、その3つっていうことである場合にその次に2つ。 まあ先行事例といいますかねあのレンガの例とミミズがあるんであればその対応はちょっとつけておかないといけないと思いますそれを論じるときにはしっかりしないといけないと思います、まあ、それはちょっとテクニックの話ですけれどももう少しちょっと根本的な問題としてはその、えー、やはりそのレンガにしてもミミズにしてもですねあ,のある一定の共同体の中でやって インターネットで行って帰るんじゃなくて、はい、そのレンガならレンガをやっている、まあ、少なくともその時代を共有していて歌を歌う人たち歌を作る人たちでありミミズはもちろんもっと小さいカルチャーですけどもでカルチャーとか文化基盤とかその、まあえー、共同体の中でできているっていうことが結構非常に重要な部分かなと思って。 その共同体の共同意識がどうやってできていくかみたいなところは、えー、おそらくそのこの研究の特徴であってその、えー、相手をまあおそらく選んなんか何かしら選んでいると思うんですけれども、えー、そ,それがあのた、えー、非常に特徴でありそのおそらく論文とかでまとめていく場合にはその客観的な論理基盤になりうるかなと思っているんですよそう、えーとまあ。例えば 完テキスト性とかいう話題が、えーまあ、一時期こう流行ったわけ作品と作品を結ぶっていうところにあったわけですけれども要はおそらくその作者と作者っていうのもそういったその、えー、一つのことこを結ぶものなのでその間がどうやって結ばれているかっていうことについては、えー、け結構なあの哲学者たちが論じていると思うのでその辺でちょっと理論武装をしといて自分の実践っていうのに入られるといいのかなと思って。 次第でちょっとコメントなんですけれども、そういう、まあ、コメントでした。はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。では、えー、と時間ですので、これで福島さんの発表を終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。